主事公は、中華民国の軍人。北京政府、国民政府に属し、遠釈山率いる賛成派の一員でもある。字は、蘭。古北小便学堂を卒業。20歳の時に、日本へ留学し、陸軍主管学校第六期不評科で学んだ。卒業後は、保定陸軍軍官学校で教習を務めている。 1911年10月、チャンスー特軍副軍会所所長となる。侵害革命が勃発とともに、チャンスーと特ほど特前に随重して、南京攻略戦に参加した。その後、軍政史市長に抜擢されている。1917年、再び日本へ留学し、陸軍大学で学んだ。卒業後に帰国し、三政省、正弁公所参謀長に任せられ、 炎尺山配下となった。1924年11月、短期間ながら陸軍部軍開始市,市長に任命された。1927年6月、円尺山引きる国民革命軍第三集団軍で総参謀長に任ぜられた。翌年6月、大津英樹司令部参謀権中国国民党、中央政治会議北平政治分会委員に任ぜられた。また、 河北省政府委員も務めている。1929年8月、国民政府軍政部政務次長に任ぜられた。翌年10月から数月ながら、軍政部部長代理を務めている。その後、賛成省に戻り、進水軍参謀長に任命された。1936年1月、陸軍少将区組を授与され、翌年4月には上将区組も与えられている。 1940年から1942年まで、水園省内で、猛虎革命基地法治指導副長官を務めた。1946年、軍事委員会国防部上昇参議官に任命される。同年、政権国民大会代表に選出された。翌年9月、国民党六期四中全会で、中央観察委員に推薦されている。 1948年2月14日、病没、去年76、ありがとうございます。